双子だ。あれはまさしく双子だ。まあ、今回はですね、この、味方のイカちゃんと敵のイカちゃんがいるんですけど、アサリを投げると、なんか、味方の方がつきやすいみたいで、だいたいこの、青チームのイカちゃんにつくみたいです。オッケー、じゃあアサリ投げまーす。いきまーす。ほい。わあ、青チーム取った。帰ってきた。これ真ん中だよね。え、真ん中です。はい。ほら。青に行く。ほら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 。ちょっとこの黄色い人に投げてみようか。ほら、ちょっと取るでしょ？奪うんだよ。黄色いイカからアサリ奪うんよ。もうがっつり黄色いきますね。ほい。ほら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 、奪うの。奪っちゃうの。なんで奪っちゃうの？返して。ちょっと上に投げてみます。いきまーす。ほい。全部青いく。え、ちょっと本当に左。こっち狙ってみますね。嘘でしょ？それも取る？もう黄色取ってもいいじゃん、ここまで来たら。ねえ。まあ、こうなるよな。そうだよな。はい、バケツのイカに来てもらいました。これで3人になりました。で、真ん中のイカが挟まれております。ちょっと真ん中に投げますね。まあ、そうなりますよね。左投げると、真ん中が取る。そして右に投げると、真ん中が取る。上に行きまーす。ほら。どうやったら他のにつく？逆に。じゃあちょっと手前に投げますね。行きまーす。ほい。あ、届かなかった。見てる。見てる。みんな見てる。黄色に投げるね。これ黄色当たってるでしょ、これ。黄色投げます。これ誰持ってんの？青持ってたの？でも黄色に投げたんですけど。仲間外れされてるみたいで面白い。逆にこれはこれでかわいそう。面白い。